クリノメーターの一例クリノメーターとは、地質調査において、面構造及び線構造の測定を行うときに用いる道具である。面構造の場合は、地層面などの走行、傾斜の測定で利用される。ルーペハンマーとともに、地質調査の三種の人器とも呼ばれる。剣側測量などの簡単な測量にも使える。なお、英語圏では、コンパスクリノメーターやジョバロジェクルコンパスなどと、 呼ばれる。この器具のことをクリノメーターというのは日本国内に限られる。日本国内で使用されるクリノメーターの各部位の名前コンパスの東西表示が逆になっている点、方位メモリが90度表示である点が特徴。日本では板付きクリノメーターがよく用いられる。日本でよく使用されるクリノメーターは方位地震、傾斜系水準器から構成される。 特徴として、読み取りの便宜上、方位地震の東、西の表示が逆になっている点、方位角度が360度表示でなく90度表示になっている点が挙げられる。日本国内においては、本体の材質は従来脇もしくはアルミニウム合金だったが、近年ではプラスチック製も登場した。振り子と地震がオイルダンプされたカプセルに封入されているのも特徴である。 また最近になってデジタル式クリノメーターも実用化された。この他日本ではクリノコンパスも用いられている。欧米で使用されるブラントンコンパスなお欧米ではブラントンコンパスがよく用いられる。ブラントンコンパスは方位地震、水準器、傾斜器から構成されている。測定面にクリノメーターの長兵を水平に当てて地震の示す方位角を読み取る。 測定面の最大傾斜方向つまり走行方向に対して直角の方向に栗のメーターの長辺側の側面を当てて傾斜計の示す傾斜角を読み取る。栗のメーターを当てるだけの広さの適当な面がない、あるいは測定面に近寄れないなどの場合に適当な板を測定面と平行に固定し、その板の面を測定することもよくある。実際上、測定面が 理想的な平面なのは稀で、大抵は凸凹していたりうねっていたりするので、測定面全体としての平均的な走行、傾斜を正確に測定するには、むしろ補助走行板を常時、活用するのが望ましい。線構造の測定の際は、まず、線構造の総理面について、クリノメーターを使って、走行、傾斜を測定する。次に、装備面上に、走行線を書き、 走行線と線構造のナス角を分度器で測定する。また、トレンドは走行板を走行線上で垂直に立てた上で、クリノメーターで走行を測定することで直接把握できる。プランジはクリノメーターの長兵を走行線上で垂直に立てることで測定できる。岩松明によると日本最古と思われるクリノメーターは証拠修正館にて発見された。 地質学者ならではの発見であった。非またはアルミニウム合金製で、方位地震、傾斜系はガラス板で覆われている。多くの地質学生、研究者、技術者などが長年慣れ親しんでいるモデルである。プラスチック製で、方位地震、傾斜系はオイルダンプされたカプセルに封入されている。当初は山岳用品店などで販売されているシルバ社やスント社の 傾斜系の装備された高級コンパスを個人が購入して、クリノメーターとして使いやすいように水準器を貼り付けるなどの工夫をしていた。現在では複数の国内メーカーがシルバー社製のコンパスを改造して、クリノコンパスとして市販している。最大の利点はオイルダンプであることで地震が静止したままほとんどを触れず、読み取りが一瞬で済み、しかも正確に読み取れる。 水に強くて壊れにくく、地震の摩耗もほとんどなく、メンテナンスフリーであるのもオイルダンプの利点である。本体はプラスチックなので非常に軽い、内蔵センサが測定するデジタル式のクリノメーター。読み取りが一瞬で済む、結果を記録できる GPS 内蔵のものは同時に位置情報も記録できるなどの利点がある。さらに、測定、解析に手間がかかる。 線構造の方向も一瞬で知ることができる。近年はスマートフォンの普及に伴ってスマートフォンをクリノメーター代わりに使用できるアプリケーションが開発されている。スマートフォンに内蔵されている地図アプリケーションと連携することにより自動でルートマップを作成できるアプリケーションも存在している。国内では GSI 株式会社などが開発、販売を行い、 従来の外国製デジタルクリノメーターに比べ安価で機能的である。膨大なデータを扱う構造地質関係の分野や GPS を活用しての地形図の使いにくい地域での地質調査に有効である。ありがとうございます。